お疲れ様でした。しっかり主導権握って、はい、まあ、ちょっと木暮さんも漏れちゃったんですけど、まあ、宿口さんと2人で勝ち上がりで、はい、ちょっとインタビューではその疲れがっていうのはおっしゃってたんですけど、なんか昨日走る前ちょっと体ふわふわしてて、それで昨日いい当たりついて、今日もちょっと長い距離踏んだんで結構今いっぱいです。まあでも4日制とかの開催もだいぶ経験積んで、はい、その辺りのケアなんかはだいぶ今は、はい、大丈夫です。6日制と比べたらだいぶ、じゃあ明日にはしっかり整えて、そうですね、はい、ね、やっぱ関東地区の G1 で次も地元で大きいレースも控えてますし、そうです、ね、次地元だし、僕も地元みたいなもんですけど、やっぱりこの2月3月は、まあ、気持ちもそうですね、うん、でもやっぱり寒いの苦手なんで苦しいですけど、重いから、あとはじゃあ準決でどこまでできるか、そうですね、頑張って3着に残れるように頑張ります。頑張ってください。